14時50分ごろ最大震度4の地震が発生しました。震源地は石川県能登地方です。震度4を観測したのが珠洲市となっております。地震の規模を示すマグニチュードは 4.2、 震源の深さはおよそ 10km となっております。この地震による津波の心配はありません。皆さんからいただいております体感の報告も確認していきます。ご覧のように石川県や富山県、新潟県の方からは緑色の弱い揺れのご報告、震源に近いエリアでは強い揺れというようなご報告をいただいております。詳しい情報についてはウェザーニュースのアプリもご覧いただけます。こちらが地震チャンネルです。まず直近に発生した地震について確認することができます。さらに震度の詳細というボタンを押しますと詳しいエリアも確認できますし、他の地震からは過去の地震についても振り返ることができるようになっております。石川県能登地方では大きい地震続いておりますので、引き続き十分注意をしてお過ごしください。以上、ここまでは地震の情報をお伝えしていきました。